キトキトのマージ、ウロコを書いて、ゼイゴを取る。エラを外して、腹を裂き綿を抜く。水洗い、開いていく。こんな感じ。四字弧、炭を起こす。開きを焼いていく。丹念に身をほぐす。残った骨を湯に通して水にとって掃除する。軽く炙る。鍋に入れ調味料を加え火にかける。軽く煮詰める。こしてほぐし身と合わせる。このままでもうまいが軽く煮詰めると保存が効く。いただきます。やってみてね。